最高の健康法とは。精神科医樺沢志音の樺チャンネル、今日はイスラエルのミツペラモン、ネゲブ砂漠の真ん中からお届けしています。今日は質問いただきました。 SK さん、40歳男性。樺沢さんの本ではいろいろな健康法、あるいは脳や体にいい生活習慣が紹介されていますが、樺沢さんが考える最も良い健康法とは何ですか、という質問ですね。私の本ではいろいろなね、睡眠とか運動、休息、いろいろ大切ですよってことが書かれております。ですが、まあ健康法ということで考えますと、もう睡眠とか運動っていうのはもう健康法以前の問題で、基本中の基本ですね。まあ呼吸するとか生きてるっていうのと同じぐらい重要な話で、健康法というよりは生活の基盤と考えた方がいい。だから1日7時間以上寝るとかですね、週2時間以上運動するとか、まあそれっていうのはもう当たり前の常識ということになって、まあ健康法というほどのことではないんですね。まあ睡眠と運動が最も重要であるというのがまあ私の考えです。もっとこう健康になっていくということで、やっぱり重要なものというのは、特に例えばメンタル的に疲れてる人とか、あるいはそのうつ病の患者さんとか、あるいは他のメンタル疾患の患者さんとか、そういったことも含めて考えるとですね、最も最強の健康法というのは私は早起きというふうに思うんですね。だいたいこうメンタルで調子が悪い人っていうのは朝起きられなくて昼ぐらいまで寝てたりするんですね。逆に言うと調子が良くて治っていく過程を見ていくと、早く起きれるようになってきて、だいたい朝7時ぐらいに起きれるようになるとですね、そういう頭痛とかその他のメンタル疾患も治ってるということが言えるんですね。早起きすると何がいいかっていうとですね、まあ、今日もねここで朝、5時半のね日の出の前から起きてですね、まあ、ミツペラモンというのは、まあ、ユダヤ人の瞑想の地ですね。昔からユダヤ人がここに来て俗世間から隔離された状態でですね、瞑想する場所というのは、まあ、ここのミツペラモンというところなんですけども、まあ、今日も朝5時半ぐらいに起きて砂漠が前方できるようなねところでちょっと瞑想してたんですけども、早起きすると何がいいかっていうと、まずセロトニンが活性化するということですね。早起きして、まあ、15分ぐらいでいいので軽く散歩をする、あるいは散歩すら面倒くさいってことであれば、まあ、こういうふうに青空の下でですね、日向ぼっこでもいいんですね。こう太陽の光を浴びると、朝この15分ぐらい太陽の光を浴びているだけでセロトニンっていうのは活性化します。あるいは15分ぐらい軽く散歩するだけでもセロトニンっていうのは活性化します。セロトニンが活性化するとセロトニン自体が非常にこう私たちの気分を安定化させてくれます。さらにドーパミンやノルアドレナリンといった他の脳内物質を調整するのがセロトニンです。つまり早起きすることによってセロトニンが分泌され、ノルアドレナリンやドーパミンといったその他の脳内物質も非常に調和を保つような状態になる。つまり脳の中で非常に調和が取れた安定した状態ができるということなんですね。だから朝早起きして15分の散歩、もしくは15分の日向ぼっこ、たったこれだけの習慣でですね、私たちの心が安定し、脳も非常にこう落ち着いた状態、バランスのいい状態になるということなので、私がおすすめする最強の健康法は早起きということで、おそらく調子の悪い人は朝苦手な人が多いと思うので、その辺の生活習慣を少し変えていくだけでも気分が良くなり、皆さんの健康に役立つと思いますよ。精神科医樺沢志音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。